んばんは。いや、この句は前後間違えてないよ。一日の疲れが吹っ飛んだ。え、私が吹っ飛ばした？一日の疲れを。こんばんは、笑顔ですよ。こんばんは。あ、9月もよろしく。そうじゃね、テロップ、テロップ、こんばんは。9月もよろしく。よろしく。9月が始まりました。昨日のライブ楽しかった。昨日のライブ良かった。ほんま、余韻にまだ浸ってますか？東京、まだ東京におります。髪飾り、東京公演お疲れ様、ありがとうございます。東京公演まだ余韻冷めやらず。私も同じく、昨日はライブしたなーって。なんかさ、ツアーやってさ、公演ごとにさ、ま、今のところなんか全然なんか新しい曲やったり、東京はベイビーベイビーベイビーやったり、ホニシュやったり、福岡は12秒やったりとか、名古屋はパレオやったりとか、めっちゃツアーって感じするよね。なんかその日だけ撮った写真見返してる。おー、撮った写真見返すとさ、やっぱ鮮明に思い出す。大阪は何歌うんや。いやー、それね、詮索しないでくださいね。詮索、3階だったから、コカは小さくて見えん。うん、見えんかった。お母さんのサインを投げるフォームが綺麗だったのが印象的でした。ね、待って待って、え、2時間ぐらい踊ってそこ、ほんま、まあ、でもそこが印象に残ったらね、嬉しいね。いや、大阪は何するか知らんけ。余韻の勢いでメール取りました。おそれも良き。母ちゃん大好き、ありがとう。神様も呆れるくらい。あ、月、そう、月始めはメールがお得ですよ。メール、モバメ、月始めはモバメがお得ですよ。330円。こんばんは。メール継続しました。こんばんは。今日ニンニク通知ってごじってた。ニンニク通ってね、間違えちゃった。筋肉、今日外がさ、めっちゃ晴れとってさ、いや、これ言い訳やんって思うかもしれんのんじゃけどさ、画面を最大にしても、画面が暗くて見れ、あ、画面を最大にしても暗くて見れんくらい太陽がさんさんで、え、
すでにメール登録してくれてる人はどうしたらいいか。一生継続です。言い訳でしょって思うかもしれんけど、太陽がさんさんすぎて画面が暗くてほぼ見えない状態で打ったんですよ。だから同じ写真を送ったかなとか思ったり、ほんまにスマホなくした？スマホなくした？スマホの携帯画面割ってないな。私多分ね7年ぐらいにスマホの携帯画面割ってない。携帯をスマホにしてから1回だけ画面割ったことある、ま、父さんのやつなんやけど、人の父さんのスマホは落として割ったことあるけど、あの自分の携帯は割ったことない。こんばんは。私の携帯落ちても割れないんですよ。こんばんは。いや別に、でも別にね、あのあれよ、大丈夫よ。別に父さん気にせんタイプの人じゃ知らんけど、あのショックは受け取ったけど一瞬だけ。あ、そう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 、携帯が落ちそうになったらね、こうヒューって落ちそうになったら足をクイッてこう、あの直であの床に落ちんように足でキャッチするけ、足でワンクッション。こんばんは。携帯を守っとる。いや、サッカー選手はそれで携帯をさキャッチで切るかもしれんけど、いや待って、今月もシチララベ頑張らんといけん。シチララベガチよ、ガチるよ。だってやばい、月始めで、あ9時じゃん。ちょっと待って、ベッドタイムじゃわ今。ナイス、ほんまに今月だってね、先月待って何位だったんだよ。もう最後らへんは体調も崩して、あのライブもいっぱいあって、ちょっと七並び全然あれだったけど、七並び会ってみたいですか？対戦してみたいですか？今ゴールデンベッドタイムですよ。皆さんいいですか？準備できましたか？七並び準備できましたか？わ、これ時差どれぐらいあるんかな。待って、タイムラグ、ちょっと待ってよ、時計を見るわ。39分ぴったりにやるわ。39分ぴったりにやるわ。ぴったりに押すわ。あと35秒。今みんな見てるんか。そうよね。でも30秒で起動できんの。あと25秒。でも時差があってもさ、時差があってもこれできるきっと。15秒前です。39分ぴったりにやるけね。七並び5 4 3 2 1、じゃん。わー、一気にいった。ここは押しおる。ここは押しおる。やっほー、絶対勝たせてね。これどうですか？10秒差があった。よか、こんな感じか。七並び配信初めてなんじゃけど。
いっぱいやっとって寝れたいですか。ベッドタイムじゃけ勝たせてほしいね。これはぜひとも昨日のライブ、昨日のライブなんか質問していいよ私に。質問していい、いや質問をやりながらさなんかちょっと難しい何話しながら。この間飼ってしまってすまん。いや許さんよ。ん？コカーの持ってるカードのとこ行っちゃえ。え、どういうこと？コカーの持ってるカード、通信環境悪いちゃん。あ、そう、違う、電波悪いちゃんね。あ、これは新幹線の中でやったままをまだこれにしとっただけ。間違えちゃった。ひなちゃんのほっぺにいたずらしたね。あ、そうなんよ。あ、最悪。あれ、あれされとる。一抜きされとる。こんばんは。ベイビーベイビーベイビーは振り入れ難しかった。あのね、マジでね、なんかね、サラピがね、あのサラピと千穂ちゃんがずっとできんくてね、何回もあの教える役して、で、あー、もう4位になったやん。まあいいわ。じゃあ次は42分になったらやります。42分、0秒。そう、ダンスの先生にね、私別にベイビーベイビーベイビー得意じゃないのにね、カイ得意よねって言われて、みんなの前で踊らされてめっちゃ恥ずかしかった。なんかしかも結構自信なかったけさ、あそこで自信、自信ついたけど、なんか自信ついたっていうかプレッシーで、なんか得意な振りじゃないんよ全然に、むしろ苦手、細かくて、で自分のあざが出る。あ、あと4秒、3秒、2、1、ちょん。おお、そう、私が先生に、いや、来た来た来た、うわ、みんなコカ推しじゃ、絶対勝たせてよこれね、え頼むよ、ちょっとこれ頼むよ、よろしく頼むよ。そう、コカ推しと当たるマジ？みんなも周回しとる？こんばんは。そう、会えたことない？10月ですね。いや9月ね、今。ハンバーグが美味しい季節ですね。こんばんは。こんばん、うわ、お風呂ができました。ベイビーベイビーベイビー、みんなの前で先生に踊らされて自信がついたっていう話。自信ないけどそこで自信がついた。お母ちゃんと当たったことない。やってください、一緒にゲームしてください。しくた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 、月見バーガーの季節。あ、月見バーガー、高校生の時に1回だけ食べたことがある。待って、これは1位じゃ、やったー。ココアへのコール足りてますか？え、もっと聞かせてくれ。あ、バーストした、かわいそう。勝った、私は1位じゃけ、自分がバーストした時にはもう悲しくて仕方がなくなる。スタバの芋ね。あ、今日もさ、お札バター。あ、待って、次何分？次は45分、45分ぴったりにやりますね。芋ピノ美味しいらしいよ。え、何それ芋ピノって。ピノ？アイス？
スタバのことイモピノって言うの。とは別？芋の季節。ただのピノ？ピノの芋バージョンが出た。ほんまに？あと10秒、15秒、あと10秒、10秒、10秒。アイスのね。え？アイスのピノの芋バージョン？知らんかった。イモピノね、誰か食べておる人おるんかな、メンバー。あ、コカ推し来た。お疲れ様です。お疲れ様です。イモピノ食べた人おらんの？周りにもおらんよ。私、メンバーにもおるんかな、食べた人。こんばんは。昨日食べた。お、惜しかった。最近はやっぱ芋ブームね、来るね。差し入れにも焼き芋があってさ、昨日でさ、差し入れしてくれた人がさ、そう、ん？アイスの小枝の芋味も出てた。え、嘘！アイスの小枝って何？アイスの小枝がある？待って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 、そんなにいっぱいアイス。小枝ってさ、小枝と大枝があるのは知っとったけどさ、アイスの小枝は知らんわ。なんか小枝って変、あれじゃね、七変形っていうか、いろんなものに変身するんじゃね。お菓子の小枝は知ってるよ。何分10秒とかだと推しの対戦確率上がるよ。そうなの？どういうこと？早っ！ 1 位抜けしやがった。クソ、悔しい。勝たせてって言っとるやん。コカートじゃなくてソラハタ当たった。あー、コカは何位？もう4位じゃない、3位。勝たせてくれた、好きだよ。そう、 TikTok、 TikTok のコイン争奪のように我々は難民となる。どういうこと、どういうこと。 TikTok ライブでね、確かに。待って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 、次は48分、あと30秒。チートってきた。みんなみんな強いね、七並び。私も負けたくないけ。まゆゆになれば忖度してくれるね。そう、それ社長に言われたやつに。そう、もしさ、七並べでさ、まゆゆさんとかに当たったらさ、ファンの人がさ、もうみんなバーストしてさ、あと5秒。さっきに バーストしてさ、勝たせてくれるかもしれんけどさ、コカーだったら絶対に意地でも負けたくないっていう気持ちになるよねって言われました。どういうことなの。あ、コカー星がおる。勝たせてくれ。あ、当たったって。すごい、ショールーム見ながら、七並べ見ながら。負けず嫌い、ちょっと分かる気がするって何？ん？いきなり渡辺真由本人登場したらびっくりする。まあ、確かにそうよね。もう震えるんじゃない？震える？笑顔ですよと思いはできるよ。こんばんは。負けてよねのセリフが振りに聞こえてくる不思議。ちょっと待って、私本気で言っとるよ。本気で負けてねって思っとる。待って、こういうことを言うけさ、
みんなが意地でも負けたくないって。まあね、でもね、お互い本気でぶつかり合った方が楽しいしね。待って、通信が切断された。コカは勝ってる時より負けてる時の方が生き生きしてそうね。どういうことねえ、待って、通信エラーなんやけど。まあいいわ、どうせ4位じゃば、この感じは。常に1位を狙っとるよ。そうね。お、対戦データ復帰お願い。あー、もうバースト。そしてもうマジ、もうっていうスタンプ考えたメンバー、マイキュー誰なんじゃろ。考えた人すごい、めっちゃ今までで一番推してる。コカワと七並べ久しぶりに、コカワと久しぶりに七並べしたい。七並べしようか。七並べ一緒に当たった。意外にファンの方当たったの覚えとるんよ。ファンの方と当たったこと。で次51分、あ、52分からにするわ。52分、1分回す。こんばんは、今日もかわいいね、ありがとうございます。あ、なんかさ、これ1分回すとか、さ、ZIP やっとったらさ、生放送でさ、なんか52分ショーから始めますとかさ、次の頭で行きますって言って、この前さ、リハーサルの時間が限られとったけさ、次の下で行きますって言って、え、次の下って何、どういうこと、何を言っとるみたいな感じで思っとったらさ、次の上、頭で行くって言うと12のことを指して、下で行くって言うと6のこと、30秒のことを指して、いや、なんか何分30秒から始めるか、何分、あ、待って、何分0秒から始めるか、そう、針が上か下かで刺すらしくって、そう、時計の針が下で、スタートが30秒からか00秒からか、これ業界用語じゃないん、てか私よく分からんかったんやけど。そんな時間にシビアで、コメントしてたら時間忘れてた。あ、ほんま？52秒からやってる。ありゃ、石田さんと当たった？石田さんと当たった人が3人ここにおるけど、もしかして千穂も私のショールーム見て一緒にやってる？千穂、私に当たりたいんでしょ？千穂、見てないか、見てなかったら、ほんま自意識過剰みたいで恥ずかしいけどやめとこ。パスパスパス。地方見とるやろ、私のショールーム52分で始めるって言って一緒にやったじゃろ。地方、地方見とるじゃろ。地方、私はマイカーのメンバーは焼肉を狙って頑張ってやってる、頑張ってる、やってるんと、私は一回七並べ始めてしまって、なんか負けたくなくて、ほら、また通信切断されたやん。もう一回これ、なんか通信切断されたらさ、自動的にさ負ける感じのさカードばっか出してさ4位になるんよ、知っとる？負け法、今度出世スタンプ恋法と負け法を出すわ。出せるか知らんけど。対戦データ復帰、ほら、待って、チャートリのみんなも焼肉狙っとるんかね。もう出せてくれた、キュンキュン、これキュンキュンってスタンプと、もうってスタンプと、
あのめっちゃ使っとる。うわっ、カープ中日に負けたんやけど。そんなこと言っとったら、私も負けたし。次56分からやります。あ、だから負けほうって言ったん。あ、私の七並べが負けほうじゃなくて56分からやります。こんばんは。すまんね、うるさい。次は負けんけーね。あと30秒。阪神マジック再点灯です。はぁ、怖い。戸郷くん、さすがに疲れが見えてきたよ。巨人、戸郷選手ね。巨人の連敗とかストップするのって戸郷選手が投げた時とかだったりするよね。なんかディレクターさんも言ってた。あと5秒。最悪。目の前で社長がなんか信じられん。みんなコカ推しじゃわ絶対勝たせてね。こんばんは、お疲れ様です。当たらん、当たったじゃろ。社長も七並べしとる。なんと目の前で当たった。通信エラーで七並べできない。なんで？リュートラ同盟がトレンド。ねえ、あのさ、中日マジさ、カープ戦にめっちゃ強いよね。マジ強い。笑顔ですよ。これさ、今のギフト、これなんなん？何？花火？花火ギフト？ありがとう。花火キャンペーン。もうでも9月よ。9月ってまだ花火大会やっとるもんなん？どうなん？あ、意外にやってる。そうだ、花火大会、そうだ、花火大会に行こう。ナチュラル感も変わち。ナチュラルですか今日。ナチュラル感出とる。こんばんは。今日は何したと思いますか？うわ、これもしかして、えバーストしとる。キャー、1位になった。イエーイイエーイイエーイ。うん、そうよ。嬉しい。かき氷に食べる。ありがとう嬉しい。ストーリー見た？かき氷ブー。うん、やめて。めっちゃ煽っとるってコメントしてるって素が出てしまった。素じゃない、素じゃない。次は50、あ、次は10時から。あ、ダメじゃん、ベッドタイムが使えん。59分50秒から59分50秒にやります。59分50。今日はももちゃんに会いました。去年1年間ごちゃやった仲間だね。煽りですよだって煽りですよ
59秒ね。うん、59分50秒から。そう、1年間バーレスクのももちゃん、そう今日ね、ほんまに楽しかった。やばい、始まる。はい、スタート。バーレスクの、おー、ここは押して当たったよ。みんなまんべんなかったったんちゃう？卒業したらバーレスクするの？いやいや、わからんよね、もしかしたらそういう道あるかもしれん。やればっつってここもバーレスク入ればいいじゃん。ここもバーレスク出ればいいじゃんって。広島にやればいいじゃん。広島でバーレスク、びっくりするわ。悩んじゃった、ごめん。こっちは14期は仲いい。え、こっちはね、もうほんまに去年1年間ラジオ一緒にやって、マジだって、あのさ、なんか学校みたいなもんでさ、こう毎週オンラインのズームだとしても、まあ、スタジオだとしても同じ時間を過ごしたってさ、結構さ絆深まりそうよ。なんかやっぱりバーレスク広島、そうバーレスク広島、9月9日の公園行くよ。お、あ、これは勝ったな。これはです、いやー、いらない評価。やばい、なんか今でもこうやって会えるの嬉しいね。やられてしまった。こんばんは。バースト広島やめて、バーレスク東京みたいにさ土地のあれ言わんでいいけ。ももちゃんと仲良かった、ごちゃん、ももちゃんとかともえちゃんとか、あ、イエーイ、最後は1位でした。こんばんは。よし、とりあえずベッドタイムは、ベッドタイムで点数を稼げたので17位。私今自分のランキングで17位。やばい、1位めっちゃやばい。1位がもうズバ抜けすぎてやばい、早すぎ。ずっとやっとるじゃろ、1位の。もみんなやってくれてありがとう。七のライブ推しメンで、うん、対戦ありがとう。全然当たらんかったけど、他推しの人とたくさん対戦したよほんまにありがとう、嬉しい。みんなで七のライブ集会してくれてありがとう。うん、今日もう一日あっという間に終わったな。あの昨日の夜 TikTok ライブ1時半ぐらいまで結局ずっとやっとってからさ、寝たのが2時ぐらいまでやったか、何時までやったかな、やっててさ、寝たのがでも3時半とかだったよ、寝たのがで、朝起きたのが、まあゆっくり寝とって9時半に起きて、でもう一回寝たら次起きたのが11時ぐらいで、
お昼ちょっと過ぎにももちゃんに会ってバーレスク東京ももちゃんに会ってそうよく寝たよく寝たけどもあの寝るのが遅くてさこんばんはどこに行ったか聞いても大丈夫ね恵比寿のねあのなす砂すび炭火を砂火よっていうね島火よなんかヘルシーなランチの場所でなんかさ2人で話したらさなんか本当にうるさくてさ笑い声がケタ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 ってこうガハハハハなんか笑い声がねいやひなぴよじゃなくて砂肝じゃなくてエビス、スナビオエビス、ヘルシーで調べたら出てくるランチのところなんやけどこんばんはあ、スミビオそれ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 でさもうおしゃれな空気、おしゃれな空気感でさ全然全然うちらに合わんねってなんか話して賑やかなスタバに行きました賑やかにしたもんそしたら1時半から5時までずっとぶっ通しで二人とも夢中で喋ってて久しぶりに会えてほんまに嬉しかったなと思ってね連絡返すのも忘れちゃって長居しましたいや二人とも二人身長同じくらいじゃない？あ、同じくらい同じくらい。こんばんは。本当に楽しかったです。そうでラジオとかだったっけさもうさしかも深夜だったじゃんか。すっぴんでさお風呂上がりでさお互いなんか今まで見たことのないさぐらい。こう2人ともちゃんとメイクしてレッスン着じゃない私服であって寝巻きじゃない私服であってでいやほんまにそんな格好するんじゃねってそんな格好メイクしたらそんな感じなんじゃないこれ前あかりんさん須田のあかりんさんにも須田さんにもあかりんさんにも同じこと言われてえ今日めっちゃ可愛いじゃんってなんでなんでっていやこっちも言わせてもらうけどねあかりんさんめっちゃ可愛いじゃん今日ラジオと全然違うよってほんまにしてでもねみんなお風呂上がりでラジオ来ましたまあ深夜だって1時だった1時何分とかだったんよ、まあ、それはもうそうよねん？深夜1時から朝の5時だったらさメイクずっとしてたら肌もボロボロになるけねどこのかりんさんあ、SK、元 SK のスターかりんさん、ね、ラジオは顔見られんけいやそう毎回ゆずちゃんはねメイクしてって言ってたね何すごいゆずのすっぴん見たことゆずちゃんのすっぴんじゃけすっぴんだと思ったらすっぴんじゃなくてさつまり見たことなかったんだよ、ね、びっくりした毎回メイクしてたのってすごすぎるコカはメイク前もメイク後も素敵ですほんまにほんまに言っとる
はいはい、解放解放巻き放、今日は巻き放。いやうん、そうやって言いましょうと習いました。さすがいい教育です。スピンはでももっと若く見られちゃいますね、なんか年齢よりも。そういう授業も欲しい。こちらから来たのでコカはすっぴんかわいいね。ゴチャはね、そうね、眉毛ね、もともとあるんよ。え、でも今日はね、眉マスカラはねしとるけ、逆にいつもより眉毛が薄い。え、ちょっと待って、眉毛薄い。いや、近くで見たら全然濃いじゃないですか。眉毛動くよ、眉毛ウェーブできるもん。眉毛ウェーブ。待って、眉毛薄かったけど近くで見たら、近くで見たらちゃんと。こんばんは。どこにも披露したくない、ショールームだけ。眉毛ウェーブ、眉毛ウェーブ好きですってやめてね。好きね、好き、これは好き嫌い。眉のやつ私もできます。いや、また意外にみんなできちゃうかもしれん。でも私、ね、こっち方向しか無理だから、こっちができん、こっち、こっちできん、こっちはできるけど。リオツンが来てるの？え？ 2.5 期研究生の岡村リオツン？岡村リオちゃん来てるんですか？マイキューのクリボできんよ、できん。マイキューのクリボどうやってやってるかな、今度教えてもらう。どこに力入れたらいいか。リオツン、こんばんは。研究生ツアーお疲れ様。メンバー視聴率高めだね。いや待って、あのね、あんまりね、やだよ、そのうん。でもリオちゃんはギフトをさ、こう無料ギフト、花火のギフトを投げてさくれたりしてるけどさ、けリオちゃん来てることわかるけどさ、後から小川さんの配信見てましたよとかね、ちょっと後出しで言われる方がね、大丈夫かなって。千穂ちゃんは知る、いや千穂は知らん、見とるか。千穂絶対見てないです。それマイキューやん。いやほんまにそうよ、マイキュー勝手にしれっと見とるけ、後から何月何日の配信で。しかもなんかね、あのなんかこんなことめちゃ鮮明にエピソードトーク鮮明に覚えてね。こんばんは皆さん、金曜日花金ですか？ずっと話してくれるし、私ずっと話してる？
この後は TikTok ライブしよう。でも10時15分になるじゃん。昨日の明日も仕事？明日は仕事がある人がいるのか。毎日が花ってこと。昨日楽しんだ分の月が回ってきたので仕事しています。あーなるほどね。平日で休んだけ土日でお仕事をね。みんな応援してますよ。頑張れ。ファイトファイト。お疲れ様です。みんなお疲れ様です。大変そうです。ガーもファイト頑張る。ん？お休みだけど明日またリフレッシュして頑張ります。みんなも頑張って頑張って過ごしてください。では私はここら辺でランキングを読みます。では13位アビシュー、12位ジュノラゴ、11位エリアス。頑張る。その気になってきた。だって頑張ってねみんな。こんばんは。10位ヘドウィグ、9位マキマキ、8位おてもちゃん、7位ケブ PH、 6位ダンゴ部長、5位ふとし、4位ライトニング、3位クー、2位スバル、1位はコニョー。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見てくださりありがとうございました。配信ありがとう、ありがとう。こっちこそ見てくれて。みんな良い土日を、そして明日はお仕事の方は頑張ってまだ頑張って応援しております。バイバーイ。